はい、チャラリンコ。はい、今日はね、このね、冷蔵庫に大根が余ってたんで、2分の1本でね、約 500g、これを使って、今日はね、簡単、超簡単、作り置き常備菜、大根のね、細切り、ピリ辛中華へ、これを作っていきまーす。はい、じゃあね、もうこれ大根ね、洗ってあります。で、これね、ちょっと葉っぱついてんだけど、この葉っぱもね、綺麗によく洗ってください。これ使います。で、皮は剥かないんで、そうね。これをね、半分ぐらいかな。はい。で、皮を剥かずに、ちょっとね、上のこの硬いところだけちょっと取っちゃいますね。ここはちょっと硬いんで、食感が硬くなっちゃうんで、ちょっとだけね、剥いてやりますと。はい。あとはもうね、細切りですね。もうね、皮がついたまま細切りで。皮もね、栄養があるんで、皮ごと使いまーす。簡単にね、もう繊維に沿って細切りで。はい、じゃあこんぐらいにね、適当に細切りにしたら、これね、これキッチン袋、フリーザーパックとかね、ジップロック系ですね、これに入れまーす。まあなんか適当な袋に入れてください。したら今度ね、この葉っぱ、大根の葉っぱもね、これちょっと色でね、入れていきます。適当に切っていただいて、このね、袋の中に入れちゃいます。いや、もうね、超簡単ですよ、今日は。そうしましたらね、この中に塩。塩小さじ1杯入れます。塩もみですね。はい、で、全体的にね、塩が行き渡って、ね、塩がちょっと全体的に混ざったら、これをちょっとね、20分ぐらい放置しておきます。はい、じゃあね、約20分経ちました。これをね、ちょっとここをちょっと切ってやって、水を絞ってやります。結構水が出るでしょ。こんな感じですね。で、この絞り汁はね、スープに入れると大根の栄養とかもね、残さず取れるんで、大根スープみたいな感じでね、スープにこの絞り汁を混ぜると美味しいです。ボウルに入れちゃいましょう。今回はね、これ使います。ツナ缶ですね。で、このシーチキン、このオイルにね、旨味が詰まってるんで、油は切らずにね、大さじ2杯ぐらい。味の素少々。小さじ2分の1か3、2分の1ぐらい。味の素ですね。豆板醤がね、小さじ 1.5 ぐらい。結構ね、小さじ1のスプーンで結構しっかり多めに。ちょっとね、ピリ辛にしたいんでこれぐらいですね。ごま油ですね。ごま油を小さじで2杯程度。はい。あともう和えるだけです。はい。でもね、全体がよく混ざったら、このように、タッパーに入れて、冷蔵庫内の温度が5度で、これタッパーに入れてね、約1週間保存ができます。作り置きにいかがでしょうか？すごく美味しいです。こんな感じでね、お皿に盛り付けて完成です。あとね、好みでね、ごまをかけるとね、見栄えもいいですね。はい、もうこれで完成、超簡単。はい、じゃこんな感じでね、大根のね、やみつき大根。ね、ピリ辛中華和えの完成でーす。じゃ今回はね、この大根の、ピリ辛中華和えですね、いただいてみたいと思います。はい、じゃあね、この、やみつき大根のピリ辛中華風和えですね、
いただいてみたいと思います。うんうんうん、美味しい。いや、これはね、めちゃんこ美味しいですよ。まあ、定番っちゃ定番ですけどね、大根がシャキシャキとして、辛さもね、そんな辛くなくて、ちょっとピリッとするぐらいで、美味しいっす。もうね、誰でも食べれる味付けですね。うん、美味しい。ちょっとしたおつまみにもいいですね。間違いのない作り置き常備菜っていう感じです。うん、うまいっす。はい、ってことでね、この大根の、ピリ辛中華で美味しそうやってみようね、少しでも思っていただけたらチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコ、おなしゃーす。はい、はい、チャラリンコじゃんけん、さあいくよ。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。はい、グーね、今回グー出しました。大根のね、中華へもグー美味しいって感じだね。そんな感じです。はい。また見てねー。